はい皆さん毎度毎度トリートメントに近い成分のパーマ液でパーマをかけるこれもね嘘だってわかるよねだけど何か悩んでる時ってさついうっかり手出しちゃうんだよね うちあ,あたりで、ね、かなり弱い薬をしたら CMC の N で、ね、あんなんで、ね、健康毛かかるわけがないんだよねだけどあのもうすでに、ね、健康網の方でなんか変なわけわかんないパーマ液それこそシステアミンかなんかでやからたようなパーマ液ああいう方が来た時、まあ、CMC の N かなんかで、まあ、軽くかけると健康網ね、うん、きれいにかかったりするんだよねだ健康網かかりますよって。 まあそれも事実なんだけどたまたまだよね氷山の一角にも行かないような話だよねだそれをまともに信じてね健康網に CMC ぶっかけてね太めで巻いてね、うん、かかんねえじゃんってねそりゃそうだよねあと太めでねかかるっての、うん、17ミリ20ミリで綺麗にかかりますよって健康網の方がね実際そういう方は毎月かけてるからかかるのかもしれないね だからねそういう美容師さんにはしたらね「俺がかけりゃかかるんだよ」とか言ってねじゃあその美容師さんにね全く初めての方とか2年ぶりにかける方をね同じような太さで巻いてくれっつったらかかりゃしないよね同じ太さ同じ薬でやったらねでお客さんの髪の毛は丈夫ですねとか言ってね23回続けてかければかかるようになりますよってそりゃそうだよね23回続けてね毎月かけてりゃまあさまあ綺麗にかかるようになるけどね美容業の施術っつうのはね 裏があるじゃないけどちゃんと下積みがあってその結果、まあ、弱い薬太いロットでかけても、まあ、かかると実際事実なんだよねあの太いロットで弱い薬でかかるってのもだけど普通の人にはかからないっていうのまあかっこいい言葉ね弱い薬剤で損傷させないようにしっかりかけるっていうのを弱い薬のパワーを最大限に引き出すと。 ね、まあそういう使い方かっこいいよねだけど強い薬でさっとかけるっていうのもかっこいいよねこれもねかっこいいけどちょっと待ってって感じさっとかけるとね本当にさっとしかかかってないから場合によったらかかんない場合があるばっちり15分置かなきゃダメな場合もあるよね強めの薬まあ上から2番目の薬も強いうちに入るけどねこれなんでさっとっていうかさっとかけるっていうの強い薬って言ったからみんなが「 話を聞いて「強い薬なんか怖くて嫌だ」とかってね反論を受けるのを嫌がって「強い薬でバッチリ置いた方が痛まないよね」って言うと「ええー、そんなの?」なんて言うかもしんないから「強い薬でさっとかけた方が痛まないよね」っていうのまあこれも人を引き込むための話術だよね。 強い薬の方が傷まないよねってうすってくるからね強い薬でさっとかけるってうの、まあ、そういうふうに一言付け加えるとえそうなんだってね今までそんなやり方してなかったみたいにね、えー、パーマイは何でもかんでも10分置いてたとか15分置いてた縁石ぶっこんでたっていう人にねあそういう人の引き込むための話術だよね。 まあ強い薬でねさっとかけるそれでいい場合もあれば悪い場合もあるしねやっぱりうーん毎月かけてる人は弱めの薬でさっとかけた方が痛まないしねいろんなパターンがあるからねやっぱ言葉とか情報キャッチコピーなんつうんだろうね人の言葉に惑わされない方がいいよね。<laughs> はいお疲れ様でした